どうですか。行きます。今日全部のお客さんが早く来たので、今からそぎぽん号の方に遊びに行ってこようと思います。ここはウッドノートっていう、ウッドノートウドゥノートっていう、あのそぎぽんのナモンっていうところにある聞こえるかな。聞こえますか。そう。ここはいい、ね、あのインスタ映えで有名なので、一回来てみました。はい。バフブブの新作。可愛いですね。ちょっと買ってみました。買ってみました。はい、これはチョコラテ、すんちゃん頼んだやつで、これがアバウトローズっていうバラの花を使った、ミルクティーです。ではなんだっけ、カノーレ、なんかそんな感じのお菓子になります。はーい。下に川が流れてて、でその水がねすごい冷たいんだけど、それに足をつけながら、あのペクスとかサムゲタンとかっていう、そういう鶏の料理を食べるっていう場所です。はい、妊婦さん、コンディションはどうですか。お腹空きました。お腹空きました。お腹は出てるんですけどね。そうです、チッチュがいます。しんどくないんですか。大丈夫、食べるって思ったら元気出ました。本当？すんちゃんにいいこと言って。価格はこの一番左のネンビトンジョンタっていうのが多分代表メニューなんだけど、どういうのかっていうと、この一番左の絵ね、これです。なんかサムゲタンの大きいバージョンみたいな感じ。保存タって、あ、違うか、ご飯入ってないもんね。トドンタってすごいでかいやつか。そうそう、でかくて、なんか本当にもう自然で育てる、あをトドンタって言います。それで、まあうちらが食べるのもそのネンビトンチョンタです。はい、今来ました。こういう風に足をね、川の中に入れるシステムになってるの。でもすごい冷たいから上にこうやって乗っけとかなきゃ。どうですか。いや、嬉しいですよ。すごい寒いよね。いいかも、いいかも、いいかも、めっちゃいいかも。
大丈夫お腹いっぱいです。すんちゃんは締めのラーメン。はい、どうでしたか。はい、すごいもう満足の満足でした。そうですか、めっちゃ食べましたね、よかなんか肉なくなってさもうお腹いっぱい。いやこれは絶対また来ますね。はい、もう美味しいし、まあね、まあ、自然の味だけど美味しいし、健康だし、もう雰囲気がグッドです。おすすめです。はい、ではごちそうさまでした。はい、インスタグラム終わりついたのフォローとチャンネル登録お願いします。